猟銃を使った殺人事件が発生いたしました、まあ、その背景というかちょっと銃持ちしか知らない情報をお伝えしておこうかなっていうことを、あ、確かに大事だよね、うん、考えております。で、銃の所持の問題点については概要欄に載せておきますので、あの興味のある方は見ていただければと思います。はい、まあ、まずですね、銃の所持、まあ、なんかこれニュースでも結構やってるんですけど、甚だ面倒です。で、手続き的にはですね、非常に大変になっております。で、これはね、だいぶ前からあのどんどん厳しくなっていってるんですよ。ちなみに今回その事件を起こした人が銃を所持したのが何年前かは分かんないんですけど、で今銃所持している人、特に若い人とか今多分所持していると思うんですけど、そういう人たちはめちゃくちゃ厳しい条件で銃を所持しているっていうのを覚えておいていただければと思います。なんていうの、人格の審査みたいなのが緩い時に銃持った人を、あのね、一回銃持っちゃうとね、引きずり下ろせないんだよね。なんかその権利になっちゃってて、まあこれよく言う、よく言うその既得権益みたいな話なんですけど、すでに銃を所持している人から銃を取り上げるっていうのはね、甚だ難しいんです、実は。だからあの銃の所持をすごく厳しくしていってるんですけど今。だから昔に所持した人は、だからそのちょっと今の基準でいくと、お前持たない方がいいよっていう人が持っている可能性が昔の人ほど高いです、っていうのは一個あります。だから、いや別にこれはその高齢の銃所持者をディスってるわけじゃないんですけど、これでも傾向としてそういうのがあるよっていうことですね。今回もそうでしたけど、その老老介護みたいなのとか、あとその高齢の人がちょっと行く先に困って人を巻き込んだ自殺みたいないう形の事件っていうのは今後ももしかすると起こるかもしれないです。ただそれは今の銃の所持要件を厳しくしてもそれは別に防げないんですよ。将来的には防げるかもしれないけど、更新でどうにかなんかできないのかな。そこがね、割と今むずいんですよね。一斉検査があるんですね、銃の所持許可って。でそれで、鉄砲持って警察署に行くんですけど、その 年に1回行くんですよ。コロナの影響で、実はね、年に1回一斉検査してたんだけど、それがね、めちゃくちゃここ2年ぐらいかな、簡易化されたんですよ。その今までは割とその家族構成とか、今その借金とかないんですかとか、あと周りとトラブルないですかっていうのは割と時間かけて聞き取りしてたんだけど、ここ2年それがないんです。あ、そうなの。だからあの実験を起こした人も多分ね、ここ2年の間にそのおそらくその親族が亡くなって、で、それでまたちょっとトラブルを起こしたっていう、多分ここ最近に起こったトラブルで事件に発展してるんですよ。個人的にはね、一番その銃の所持でヤバいやつを弾くっていうので聞いてるのって、その年一の一斉検査の時の聞き取りだと思ってるんだけど、それはね、ここ2年実はね、あんま機能してなくて。あ、そうなの。なんか、私はあの銃は持ってないんですけど、あの代表が持ってるから、警察の人になんか聞き取りみたいなされたけど、あれは緩いやつなの。あれはね、あの我々引っ越したじゃないですか。あ、引っ越したから、その時のやつなんだよね。一斉検査ってまた別でやって、本人が警察署に鉄砲を持っていくんだけど、ここ2年はね、鉄砲を持っていって、あの長時間会話ができないの、濃厚接触者に当たるから。だからあのその聞き取りみたいなのがね、ここ2年ちょっとうまくいってないんです。だからあのそれを察知できなかったって可能性はあります、そういうのがあったっていうのはちょっと皆さんもね、知っといた方がいいかもしれません。銃を用いて自殺するっていう、猟銃を使って自殺するっていうやつは、割とあって、毎年何件かある。でそれは、あの間違って一緒に寮に行ってた仲間を撃った時に、いやこのままでは、だってもうすごい付き合い長いわけじゃないですか、その撃った相手って。だから相手の親族に合わせる顔がないって判断して自分をそこで撃っちゃうみたいな、その事故に関連した自殺みたいなのが割とあるの。あるんだよね。あるんだけど、あのそうではない自殺って割と珍しい。まあ、でも銃使った自殺のあるかもしれないけど、ただ普通自殺するときってよほどその追い詰められてないと自殺しないじゃないですか。でそれはね、あの銃を所持してる人っての例えば経済状況が悪化したりだとか、その何かそのストレスを抱えているっていうのは警察側がある程度把握できるはずだから、自殺は割とね防げるはずなんだけど、その突発的なものじゃない場合なんだけど、今回はそれがちょっとできなかった。
ちょっと後でググっときますけど、なんかそういうその拡張型の自殺、人を巻き込んで自殺しようっていうパターンのやつはなかなか防げないかなと思いますよね。これ別に銃に限らずなんだけど、例えば自殺しようと思った時にさ、前その秋葉原、まああれ自殺とは関係ないけど、トラックで歩行者天国に突っ込んだりとかしたらとんでもない道連れが生じるわけじゃないですか。だからそういうのもなかなか防げないっていうのがあって、防げなかったのかっていうと、これなかなか難しいよね。もし今回の例でいくと、そのお医者さん側が警察にちょっと相談しといたら、もしかしたら防げたかもしれないっていうのがあるけど、それはでもね、無理だよな。だって多分そのお医者さん側は相手が銃持ってるって知らないと思う。そうそう、知らないもん、知らないし、そんなことをそこまでされるとは、いや、そこまでされるとは多分思わないから、それはちょっともう、うん、ちょっと無理筋かなと思うけどね。これあの皆さんも気をつけてくださいね。あの心理学的な作用であるんですよ、そういうなんか突発的な事故に遭った人を責める方向の発想、その人にも何か非があったんじゃないかみたいなことを考える、その心理的な働きがあるんですけど、それは避けた方ですね。これはちょっとね、被害者側は絶対責められないです。もしかすると今後あり得る方向性としては、例えば住宅密集地のに住んでいる人には銃を持たせないとかいうことはあり得るかもしれない。で今回そのちょっと影響がでかかったのが、その宅地なんでね、宅地で立てこもりが起こって、だから避難をさせなきゃいけない人の数が半端ないことになったんで、だから社会的な影響でいくとそこもでかいんですよ。密集した宅地で銃を所持するっていうのを避けるっていうことを、っていう動きがもしかすると生じるかもしれない。分かんないけど、それがいいのか悪いのか俺もよく分かんない。今回事件を起こした人ってまあ感情的なんですよ。大きな事故を起こす、事件事故を起こす人って大体素因っていうか、その兆候みたいなものが大抵あるんだよ。例えばその何、連続殺人を起こすような人たちは、初めに猫とかでやるみたいな、なんかそういうその何かその前に兆候がなかったのかなっていうのは気になるところですけどね。まあなかったかもしんないけど、まあそのなんていうのかな、取り締まりとか、あとその警察がなんか問題あったんじゃないかっていう話が多分出てくると思いますけど、それ銃の管理にしてもそうだし、その多分今回の立てこもりのその対応に関してもいろいろと批判は出てくるかもしれないんですが、これはちょっと警察も責められないんじゃないかという気もしますけれどもね。銃持ちの視点からいくとですね、オンライン一斉検査、オンライン一斉検査、ああ確かにね。でもそうするしかないでしょう。いや確かに警察もズーム対応にして聞き取りってやった方が良かったかもな、確かに、それはあるな。いやでもさ、それしかないでしょ、今の時代もオンラインなんですか。いやでもそれ対応できるおじいちゃんがいないんだな。そう、おじいちゃんが難しいかも。そうね、持ってる人が、警察の方はどうにでもなるかもしれないけど、だってもうここだってさ、回覧板で回ってくるからね、情報が。確かにな。あでもそれもマジであるな。なんかその銃持ちの人をやっぱり追跡する仕組みは育てるっていうか、オンラインでもできるようにしたりだとか、その辺を確かに対面じゃなくてもうちょっといい形にすればいいんだろうね、多分。そこをもうちょっとその効率化して頻度を上げるみたいなことをした方が確かにいいかもしれないですね。大変でしょうけど、警察の方には、警察の方にはそういったことをもしやれるんであればちょっとやった方がいいんじゃないでしょうかということをお伝えしております。はい。